皆さんご存知のようにですね、今日判決ということなんですけれども、本当にね、埼玉地裁は最後の最後まで大法廷の使用の許可しなければ1時間前の傍聴券の配布という形も崩しませんでした。この状況をですね、どうやって受け止めるか、かつてキム・ウニョンさんが裁判所っていうのは社会的な正義を実現するところじゃないかっていうふうに言ったんですよね。ここの裁判官そして職員の人たちは何を守ろうとしているのか、もう一度考えながら私たちは今日の判決を受けていきたいと思います。ちょっと集まりの関係もあるので、準不動になるんですけれども、それぞれ発言を受けていきたいと思います。でその前にですね、今日は韓国からもたくさんの方たちが見えてます。一応ご紹介だけはしておきたいと思いますけど、おなじみの三権のキム・ウニョンさん、それからオ・ヘンジュンさん、それから下から取って下から国際局長のチョン・ヘオンさん、それから韓国ヘルパーのチェさん、髪もだいぶ伸びてきましたね。そればっかり。それと今日はですね、韓国から、今葬儀中なんですけれども、チェヒョンファンさんですか、来てますので、ここでの時間っていうのはあまり取れませんのでね、皆さんの話はこの後の報告集会の中でちょっと時間を取って聞きたいと思います。ただこの場で三権絡みということで、オ・ヘンジンさんからぜひ一言お願いしたいと思います。여러분반갑습니다한국선전지의코치지회장오해진입니다반갑습니다코치많이뵙지못했거든요한국선전지의시카이죠지금은빈지도청서비스연맹부경본부에서조직국장으로새롭게지역에서일을시작했습니다今は韓国の民主労総のサービス連盟というのがあるんですけど、そこの地域の組織局長として今活動をしています。비록한국3년이라는저희의조직이지금은없지만은그렇다고해서한국3년의투쟁이끝난것은아니라고생각합니다한국3県의시회와이마ありませんけれども、この戦いは決して終わったわけではありません。한국3년의투쟁은한일간의국제연대가만들어낸승리였고그승리의끝은오자화상이무죄로석방되어야만이이싸움이끝날것입니다私たちの戦いは何といっても日韓連帯で進められました。そしてその輝かしい勝利というのは特に小沢さんの今日の無罪判決によって勝ち取られて、そしてこれ終わるものだと思います。以上です。どうもありがとうございます。本当にどういう判決が出るのか、それを私たちは大きな期待をしながら、今日の日を迎えております。それではですね、引き続き、いつも支援に駆けつけていただいている明大政教労組の仲間から発言をいただきたいと思います。こっち真ん中来た。おはようございます。明大政教労組の瀬戸です。今日は本当に労働組合、労働争議に対する弾圧、小沢さんに対する弾圧でもありますけども、本当に
私たちのこの間の日韓連帯、そして労働者の戦いを勝利するまで戦い抜こう、そういうふうにやってきた、それに対する弾圧に対して今日一つ判決が出るわけですけども、本当にこの間の戦いに対しての弾圧だということで、みんなで一緒になりながらですね戦ってきた。そしてとりわけこの裁判の中で本当にこの弾圧がどれだけ理不尽なものなのか、理由がないものなのか、こんなことをなぜここまで弾圧するのかってことがですね、これだけの多くの仲間、また全国の仲間、韓国の仲間が本当に理解する中で、やはり葬儀に勝つということ、弾圧に対して打ち勝つということで一緒になってやってこれた意味ってすごく大きいと思ってます。本当にこの裁判の中で改めて葬儀について考えさせられてきましたし、改めてこの弾圧の理不尽さについて一緒になって抗議する、行動していく、そういったことが分かってきたんだというふうに思っています。私たち明大生協労組は10月になるんですけども、韓国から葬儀団連絡会議、また日韓民衆連帯委員会のということで仲間を6人呼んで、そして一緒になって現場も含めてやっていこうということで今準備をしています。とりわけその中で私たち明大生協労組にとってみると、本当に初めてになるんですけども、明治大学の駿河台校舎にデモをしよう、葬儀は解決できないじゃないか、20年間もこんな労働者の状態を放置してどうするんだということで、駿河台でデモをしようということで今動いています。不思議な話ですけども、もし私が葬儀をしてなければ、もう OB とかそういった意味では一歩引いていられたかもしれませんけど、私たち葬儀団は現役ですから、本当に現役として大学に対して抗議を上げていく、そしてまたかつての青春の思い出とか楽しかったこと苦しかったこととか、そんな話じゃなくて現実に起きている葬儀を解決しろという意味でデモを仕掛けようと思っています。ですから現役の方もそうでない方も現役だということで、現実の問題に立ち向かっていくことで、ぜひデモにですね一緒に参加してください。現実の問題は本当に現実として解決するしかありません。今日の裁判もそうですけども、私たちは現実の中で今動いてるわけですから、本当に勝って勝って前へ進む中でいきたいと思っています。今日は頑張りましょう。どうもありがとうございます。本当にですね、この長い裁判、いろんな方に支えられて、今日まで、来たと思います。もう少し時間がありますので、仲間たちの発言を受けていきたいと思いますけれども、JAL 葬儀団の仲間からぜひ発言をお願いしたいと思います。鈴木さん お疲れ様です。JAL 東海道展開葬儀団の鈴木です。鈴木さん、いつもご支援いただきましてありがとうございます。ついに判決を迎えるわけですが、どういう判決が出るか分かりませんけれども、これで終わりにはならないと思うんですね。どういう判決であっても、やはり今労働者、物言う労働者、労働組合に対する弾圧がいろんなところで強まっているというふうに思います。私たちも今解雇撤回、非公開雇で撤回しろということで、会社と交渉もしていますけれども、会社も労働委員会関与していることで交渉は入れてきますが、非常に対応が悪いです。質問したことに対して質問で答えるというようなことで全く交渉にならない。今、会社側のですね、方針としてどこでもそういうやり方をしているようです。労働委員会にどういう結果が出たって関係ないやというのが今の資本の体質であります。ですから私たちは一つ一つそういう戦いを積み上げて、私たち労働組合の運動、戦う人たちの運動をどうやって勝ち取っていくのかということが今重要になっていると思います。それが小沢さんの判決にも結びついていくんだと思います。みんなで連帯して頑張っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
どうもありがとうございます、時間的にはあと5分か10分ぐらいなんですよね。あのいつも時間に正確な埼玉地裁なんで、その辺を見越しながら集会進めたいと思います。 OK。 実はですね、小沢裁判はもちろんなんですけども、今日は非常にいろんな形での行動がありますあの皆さんもご存知かもしれない、知れませんけども、韓国から、今日東京を目指して、ずっと更新と宣伝を してくれます。で今もご存知の通り埼玉周辺は工藤さんたちが、ずっと、駆け巡っています。わざわざここに駆けつけていただきましたのでぜひ一言お願いしたいと思います。よし、真ん中に来てもらって。内田さん、皆さんこんにちは、おはようございます。福島県郡山市に住んでます黒田って言います。今キャラバンの途中っていうか、まあ、今日一応最終日なんですけど、6日に郡山を出ましてずっとゆっくりなんかして汚染水流すな、ふざけんなということで、あちこちで小さな発表というか発言の場を作っていただいて、写真を持ち歩きながらね、東信州さんの福島の本当の福島を伝えるための写真を15枚ほど、拡大したものをあちこちで置かせてもらったりしてキャラバンを続けています。でそもそものこのキャラバンの目的はですね、韓国からずっと1600キロを歩いて来てくださっているイ・ウォンニョンさんの、本当はそこに合流したいんだけどなかなか福島から行くこともできない。でもう私も足の自信がなくなって、それでまあやれることをやろうということで、車を使って今日イーさんと合流したいと、そういう熱い思いだけでちょっと無謀ではあったんですけど、あちこちの皆さんのご協力を得て、そしてこの、小沢浩二さんを支える会が今日判決日だということもお聞きしまして、何としてもここにも寄らせていただきたいと思って今日を迎えました。小沢さんご苦労様でした。ぜひ無罪判決を勝ち取りましょう。福島からも応援してます。本当気持ちだけど申し訳ないんですけど、応援してましたので、応援してますので、一緒にいろんな問題がありすぎですけど、一緒に頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。どうもありがとうございます。本当にね、つい目について無理やり発言をお願いして申し訳ございませんけれども、今日もね、この後報告集会、小沢さんの裁判の、経過もありますけれども、さまざまな運動が今日予定されています。大変お忙しい中だと思いますけれども、で若干早めですけれども、ここで小沢さんご本人からですね、一言ご挨拶をいただきたいと思います。小沢さんについてはもう皆さんご存知だと思いますけど、今姿を話せない状況になってます。手術もされました。その原因がなぜかっていうのははっきりしてるんですよ。理由もない7ヶ月もの長期の拘留の中で無理な生活姿勢を強いられた、そのこと以外にないんです。今日の裁判の結果いかん以前に裁判長は違えども、そういう検察のデタラメなことを許してきたこの埼玉地裁の責任があると思います。判決に向けてぜひ小沢さんから発言をいただきたいと思います。小沢さん右に寄ってくれるかって。皆さんこんにちは。7月に、膝の手術して、ほとんどもそれ以来も現場にも行かないにもかかわらず、このようにたくさんの方がですね、判決公判に集まってくれて本当にありがとうございます。またこの約2年間にわたって裁判闘争を戦ってきたわけですけども、
毎回多くの方が、まあ、傍聴できないにもかかわらず集まってくれて、本当に裁判を支えてくれたことに対して本当に深く感謝していたいと思います。こうした皆さんのご支援がなかったら、この2年間私は戦うことはできなかったんじゃないかと思って、本当にこの、不当な弾圧に対する戦いの大きな力になってきたというふうに思います。本当にありがとうございました。今日はですね、やはり最後まで中法廷のやるってことで、決まりました、予定になってます。結審公判で私は最後ぐらい大法廷でやれっていうことをですね、意見陳述で言ったんですけども、そういうものをも全く無視してこの中法廷でやる、傍聴させない、そういうことは裁判所の態度として現れて、これはですね、小さなことかもしれないけども、今日の判決を決して、甘くないということを示しているんじゃないかというふうに思います。そういう意味でこのどのような判決が出ようとも、やはり皆さんの支援を、力にしながら、さらに今後も、完全の勝利、完全の無罪に、向けて、まあ、今日は韓国からもたくさん来ていただいたんですけども、日韓連帯の国際連帯、そういう戦いも、さらに発展させる裁判闘争とともに裁判、そういう国際連帯、日韓労働者の連帯を発展させる、そういう戦いを今後もしていきたいと思いますので、ぜひどうぞよろしくお願いします。共に頑張りましょう。どうもありがとうございます。時間に正確な埼玉地裁でございますので、1分過ぎても入れてはくれませんので、そろそろ、傍聴券に並ぶ準備をしたいと思います。最後に白玉さんのコールでこの仲介を締めくくっていただきたいと思います。まあ、ここで過激なコールをやって、無罪にするつもりだったけれど、翔太が過激な行為をやったから有罪に引かれるということはないと思いますので、いつも通りいきます。韓国式の3回繰り返す行為でいきますので、よろしくお願いいたします。それではいきます。しばらくしばらく、小沢さんは無実だ、無実だ、小沢隆さんは無実だ、無実だ、埼玉地裁の予断と偏見を許さないぞ、公正法、公正な判決を下せ、集会自体は、ここで、終了しますが、2つほどお願いがあります。いつものことなんですけれども、相変わらず法廷の数は制限されています。必要な方、遠方な方に譲ってくれるという方がいらっしゃったら、ぜひそれぞれ調整をしたいと思いますので、私のところまで連絡をください。それと
今日も社民党会館が報告集会のために取ってあります。いつもは社民党会館へと言うんですが、冒頭でおそらく判決が下された時にその結果をいち早くこの場で伝えたいと思います。社民党会館に行く前にしばらくの間、待機をされる方は、この場でとどまっていただきたいというふうにお願いします。どうぞよろしくお願いします。ここ車道です。ミスコールのもっと中入ってください。前だ。ご飯が出なくてからだよ。大事なことなんだからね。こちら車道です。車通ります。中にお入りください。中にお願いします。ここ車道です。邪魔しようと思ってないよ。すごーい。ご飯ってよくだ。ご飯ってよくだ。はじめまして。
マイクはマイク下から撮って下から皆さんどうもご苦労様でした。なんか温情で罰金と懲役刑に処するにはなんていうかそれほどでもないので罰金にするっていう、温情的なことを言ってたんですけど、内容は全く弁護側の言うことは取り上げずに検察側のことを全部において、取り上げたと。暴行においても威力業務妨害においても正当行為、とりわけ韓国三権労組から包括的に委任をしたということを全く認めない、そういうつまり日韓の労働者の連帯、そういうことを丸ごと否定するっていうのが今日の判決の中心的な内容だというふうに思います。これを絶対に許さない、罰金刑だからいいというようなことじゃなくて、そういう労働者の戦いに戦いするような判決を絶対に認めることはできません。その、具体的な手続きは今後になってるけども、最後まで諦めずに戦っていきたいと思います。今日は本当にどうも遠くからお忙しい中ありがとうございました。小沢さん一言。今日はどうもお集まりいただきましてありがとうございます。最初の主文で罰金40万って言われた時、本当は何なんだこれって思って、ずっとそれでもう声を出さず我慢して内容を聞いてたわけなんですけれども、言ってるその内容は検察が言ってることをそのまま丸呑みという、そういうような状態でこの被告や弁護人が言ってたことなんてちっとも聞かない、日韓労働者の連帯っていうことについてなんか全く触れてないと、こういうことについても全然絶対許せないし、またまたもともとこれは三権転記という資本が暴行をでっち上げて、そして通報を警察にしたわけですけれども、それに対して三権が全くこの裁判にも出てこないという、こういうひどい状態、これは絶対許せないし、やっぱりこういう資本の横暴に対しても私たちは日韓労働者ともに連帯して戦っていくということで、これからも頑張っていきたいと思います。また今日裁判所が警察を呼んでいて、警察の人に聞いたら応援頼まれたんだね、まあ、なあ違ってるって言ったよ、警察に応援だなんで、つるんでるよ、法廷の前に並ばせとくんだと、私は本当に腹が立ちました。三権分立なんて絶対嘘じゃないかと、裁判所は恥を知れということを言いたいです。これからもよろしくお願いいたします。どうもお疲れ様でした。中容についてはですね、いつもの社分の会館をお借りしていますので、そちらに移動していただいて、具体的な説明報告集会を行いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。どうもありがとう。